イージスシステム搭載艦の計画が徐々に進んでいるようです。今回は、このスーパーイージス艦の建造計画について見ていきましょう。最強の盾は、世界でアメリカに次ぐ第2位とも噂されてます。ところで、イージスって、どういう意味かご存知ですか？亡国のイージスという小説があり、映画化されたことでも知名度が上がったようですね。イージスというのは、アイギスの英語読みです。このアイギスは、ギリシア神話の女神アテナの盾なのです。アテナは、ゼウスの娘にして、知性と武勇を備えた戦いの女神であり、トロイ戦争のきっかけになったと、神話では言われている。パリスのリンゴ事件の三人の美女の一人でもあります。独身を通したこともあって、アニメなどでは戦う美女設定が多いようですね。そんな戦いの神の武器であるアイギスは、頑丈で最強の武器だったと思われます。そのイメージがあったので、イージスと名付けたのではないかと推測します。さて、昨年2022年は、日本を取り巻く安全保障環境の悪化が痛感された年でした。北朝鮮は、様々なミサイルを日本海に向けて発射し続けていますし、いきなりウクライナへ侵攻したロシア、そして、尖閣諸島付近に出没しながら、台湾への軍事侵攻を匂わす中国など具体例は、枚挙に暇がありません。こういった時局を反映したのか、2023年度からの防衛予算は、これまでの最高額を更新しました。なんと、6兆8219億円まで積み増され、その中身についても改定されて閣議決定した安保関連3文書をもとに、装備の導入が進められつつある状況です。こういった2023年度防衛予算の中でも、注目を集めているものの一つが、2020年6月に、導入が急に中止された、ミサイル防衛システムである、イージス・アショアの大対策で、それを艦艇に搭載するという施策です。イージス・アショアですが、北は秋田県、南は、山口県の陸上自衛隊の所有地に配備することで、日本列島全体をカバーする、弾道ミサイル防衛システムが実現できるとして、非常に有効な対空防御能力向上を目指したものでした。しかし、イージス・アショアの配備については、肝心の地元説明がおろそかだったと批判が上がりました。防衛省の担当者が居眠りをしていたという映像を覚えている方も多いと思います。また、ミサイル本体のブースター部分の落下地点について、コントロールが難しいという事実が発覚し、そのコントロールのためのシステム改修にかかる時間や経費の点から導入中止が決定されたのです。その後の検討で、イージス・アショア用に購入する予定だった SPY-7 レーダーと本体発射機等をそのまま流用、新造する2隻の艦艇に搭載するという代案が決定され、一般的にはイージスシステム搭載艦と呼ばれるようになって、広く知られる存在になりました。2022年夏までは、このイージスシステム搭載艦の規模について、推測が流れました。排水量は、2万トン超級の大型艦となり、イージス・アショアで使われる予定だった、迎撃ミサイルに加え、新たに、対艦、対地攻撃用の兵装も装備するというものでした。この超大型イージスシステム搭載艦の案は、実用的ではなく、現実味に乏しいと、数多くの批判にさらされることになり、その後は、今保有しているイージス護衛艦に準じると修正されたので、満載排水量1万トンクラスに落ち着きました。そして、2023年の防衛予算では、イージスシステム搭載艦に関わる費用として約2208億円が投じられると示され、
内容としては、2隻のイージスシステム搭載艦への CEC、クーペラティブ、エンゲージメント、キャップアビリティ、共同抗戦能力関連や、機関部の取得に充てられるそうです。ただし、イージスシステム搭載艦の使用は、現時点では、他のイージス護衛艦に準じるとしかわからないので、機関部についても、どういう形式を想定しているのか不明です。ちなみに、海自最新鋭のイージス護衛艦といえばマヤ型です。基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長 170.0 メートル、最大幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模を持っています。マヤ型護衛艦の機関部には、コグラグ方式、ガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式、コンバインド、ガス、ダルビエ、エレクトリック、&、ガス、ダルビエ、が採用されています。これは、複数のガスタービンエンジンと発電機を組み合わせたもので、低速時には、専用のガスタービンエンジンで、モーターを駆動し、高速時には、別のガスタービンエンジンも使用する仕組みということです。マヤ型護衛艦には、各2機のガスタービンエンジンと発電機が搭載されていて、満載排水量1万トンを超す巨大な艦体を、最高速度30ノットという高速航行可能な艦艇で、燃費と速力の両立を図っています。しかし、イージスシステム搭載艦は、弾道ミサイル防衛を主任務としていますから、マヤ型護衛艦のような高速性能は不要と考えられるので、それほど高度で高価なコグラグ方式を採用する可能性は低いと思われます。ただし、機関部の取得費用が2023年度予算に盛り込まれたわけですから、すでに大まかなサイズや仕様は固められていると思われます。近日中に具体的な数値が公表されるとみられます。さて、マヤ型護衛艦は、海事艦艇としては、初めて CEC を持ったことでも知られますが、この仕組みが、今回のイージスシステム搭載艦にも搭載予定ということが、一部にとっては、注目ポイントになっているようです。CEC とは、アメリカ海軍が具現化している戦闘概念で、各種の火器の射撃管制に必要な目標の情報を、友軍内部で即時に共有、全体で目標の排除を行う能力を持たせるという考えのことです。既存の戦術上のデータリンクをさらに推し進めた先にあるものが CEC で、友軍内の高度な探知能力を保有するイージス艦や複数の航空機からもたらされる情報を即時に共有するシステムになっているのです。この能力によって、個別のイージス艦や航空機では把握できない敵目標についても対応可能になり、護艦では水平戦闘によって探知できない位置へも搭載する兵装を使用して攻撃することが可能になることを目的にしているのです。2022年11月にアメリカのハワイ周辺海域においてマヤ型護衛艦の一番艦マヤは次艦がレーダー等から入手した情報をこの CEC を使って2番艦ハグロへの伝達を見事成功させています。こうした CEC を用いての敵目標への攻撃は EOR、エンゲージオブリモート、エンゲージ、オン。リモートと呼ばれているもので、先の例で、浜屋が迎撃ミサイル SM3 ブロック A2 の発射を始めていったことも特筆すべきでしょう。この時マヤから発射された SM3 ブロック A2 は、見事に、ターゲットの迎撃に成功。ハグロも、他のミサイルを発射、命中させており、イージス護衛艦8隻体制による、日本上空のミサイル防衛が強化されたことを内外に見せつけました。それでも、
イージス護衛艦だけではなく、イージスシステム搭載艦を新規に建造する理由は、他の用途にも使用できる汎用性を持つイージス護衛艦を、ミサイル防衛という非常に限定された用途だけに従事させたくないという意図が伺えます。元々のイージス・アショアの構想では、これが陸上に設置形式のシステムなので、2カ所に配備するだけで、365日、24時間体制で、日本列島全域のミサイル防衛が可能になるというのが、導入の最大理由でした。艦艇で、この機能を代替しようとすると、艦自体の整備やメンテナンスが必要ですから、2隻で同じ体制を構築するのは困難で、それを踏まえた予備としての数が必須条件になってきます。実は、2023年度からの防衛費増額によって、イージスシステム搭載艦を2隻新造するだけでなく、イージス護衛艦も、さらに2隻増やして、10隻体制に増強する考えが盛り込まれていて、全体の増強が企図されているのです。さらに言えば、日本のミサイル防衛システムは、北朝鮮のミサイルに備えたものという認識が強いと感じますが、イージスシステム搭載艦やイージス護衛艦の両艦とも、今後は、対中国を念頭に置いた展開が見込まれていると思われます。イージスシステム搭載艦は、当初に想定されたイージス・アショアの代替目的の他に、昨今では、人認識地対艦誘導弾能力向上型の艦発型等の対艦、対地兵装の追加も示唆されるばかりでなく、イージス護衛艦を、超 LVLS、垂直発射艦装備も検討されているようです。